おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやーもうね、眠いな。生活習慣がボロボロになっとる。介護の時もなっとったな人間っていうのはやっぱりね、朝起き、昼に仕事とかね、遊び、夜に寝る、この習慣が一番大事です。私のね、勤務はね、コンビニだろうが介護だろうがね、常になんか朝と夜を交互に回しているという、非常に体に良くない。これ良くないんですよ、体に。単純に体の成長とか体力を妨げることになるんで、良くないことです、これね。朝4時に起きる生活を4日間繰り返しました、最近私。ね、明後日にはですね、夜19時にはもう仕事場、だから夜勤ですね、はい夜勤の生活を4日間続けると思います。死にそうEX 界です。数々の名勝負をね、繰り広げてきたこの EX 界なんですけど、今回は趣向が違います。いつも EX 界っていうのは鬼コッポがドーンだとか、プラチナキングドカーンとか、ボーンファイターうわーだとかなんですけど、今回は毛色が違います。それはですね、皆さんこの項目ご存知ですか？オプションね、世間ではクソゲー評価の一つとして知られるこのオプション、充実したオプションがあります。こちら BGM と SE、 はいこれなんだってなると思うんで、まあ簡単に言えばね、 BGM 切っちゃえばこうなりますし、もうさーって自分のマイク音しか流れなくなりますし、 SE を切っちゃうとですね、このように、カーソル音やモンスターの攻撃音、そしてマイク版の音声が切れますBGM 切っただけだったらさ、ほとんど変わんないのにさ、 SE 切った瞬間いろんなものが失われるんですよ、このゲーム。ここまで言ったらわかると思うんですけど、今回の概要を説明します。はい。一つ一つ、なくしていきます。一戦目は、普通に僕、対人バトルロードで試合をします。はい。その後、BGM と SE が、こうやって切れてくるんですよ。それを、皆さんに体感していただこうかなと思います。だから、SE もなくなると、マイクの実況がなくなるんですね、これ。技の解説の時の。その時は、俺がやろうかな。ボツ企画な気がする。さあ、というわけでまずはね、 BGM も SE もありの勝負となっております。なんでね、これはもう普通にやるだけです。はい。そしてね、鉄の剣は今回ありません。見てください、あれ、なんかアンダー20っぽいチーム、なんとですね、鋼の剣になりました強くなったよ、強くなりました。ちょっと鋼の剣になってアンダー20から飛び抜けたチームとなります。鉄から鋼に買い替えましたね。その強さはいかに。そしてなんか知らないですけどゲル読んでいます。なんか知らないですけどゲル読んでました。行ってこいウルドン、氷結乱舞、イエーイうわー開幕からをやってくれたね。さあ、そしてこのね、マイクマンのモンバットがいいね、理由としてこのマイクマンの実況がいいんですよね。こういう実況の質がすごくいいんだよ。モンスターのなんか2つずつあるんだよね、技の解説がね。はい。だからこの解説が好きだって人もいるしね。後続機のスキャバト、スキャバトでも解説はあったんですけど、どちらかというと好まれなかった。僕は別に良かったと思います、ちなみに。はい。どちらかというとなんかスキャバトの解説はなんかおおスキャバトの解説はどっちかというとちょっと子供じみてたというか、なんか技の解説じゃないよねそれみたいなのがちょっと多かったですよ、なんかまあもう多分時々技の解説はかけ離れたもんが来ますけど、それ以上のもんがあったんですよね。まあでもスキャバトの解説もいいと思うけどな、俺は。うん。さあ、でゲリオンがある、これ勝ち目ある？いや、あるある、普通に勝てるね。えなんだかんだでゲリオンはね、全てのパーティーをこうやって噛み殺してきた全てのパーティーをこうやって旋風の牙で噛み殺しね、ひらりひらりと受けてね、熟練者でさえもね倒せる熟練者キラーとしても機能してましたから、ゲリオンはね。合体モンスター最強と言われるゲリオンね、三本指に入るね。もう合体モンスター最強の三本指に入るぐらいなんですよ。はい。さあ、いけいけ、鉄から鋼で進化したこの力、ああ、まあ確かに強いなうん、確かに強い。でも互角、いやー、だってな、扇風の牙が700だよね。ってことは、このターン痛恨2回でもダメだね。避けないとゲリオンは負けます。はい。普通に勝ちます。おい、いいのかゲリオン。ガッタマサ最強さん？いいのか普通に勝てるぞ。普通に勝てそうだな、なんか。
まあ、熟練したチームにはゲリも対策されちゃうからね。旋風の木まで攻めてくるの分かってんだからライアン出てくるしね。エクスプロージョン使おうとは俺も思わんしな。うん。正直エクスプロージョン効き目薄いしな、このパーティー。旋風の木は、うわぁ、強いなぁ。で、次の戦士、気合切りが、もし、あ、待って、うわぁ、大丈夫だ。これが当たったら負けです。ゲリオン終わりです。ストレートに勝ちです。はい。そんなね、面白くもない SBG も SBG もつけた状態、面白くもない勝負だったわ。俺らしさはない。なあ、やだ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 、これマイクのさーってノイズが入ってるじゃん。マイクのさーってノイズだけが入っているだけの今戦いが起こっております。これはね、何が起こってるのか説明しますので、BGM を切っております。BGM 切るとこんななんかさ、なんか臨場感なくなるの。でも SE があるっていうのは、マイクマンとかモリーとか、モンスターたちの効果音が流れるんでね。はい。ほら、これいいね。マイクマンの実況をじっくり聞きたい人にはね、これもおすすめなんじゃないかな。さあ、4連撃 ?1、2、 あー、イバラちゃんに行くんだ、やっぱ。亡霊剣士に行かねえか。マジか。亡霊剣士行くと思ってたんだけどな。いやー、亡霊剣士行った。いやー、亡霊剣士行くよね。うん、だってそうだもん。そういう風に調整してんもん。さあ、今回の戦いはですね、モンスターマスター森ダンジョンのね、森ダンジョンのドラゴンたちと、まあ、暗くいるけど、ドラゴンたちと、モンバット軍団ですね。亡霊剣士がね、回避率上げてあるんでね、そこを避けないと困ります。正直避けてくれないと、ただただボッコボコにされるだけです。あ、ただ、打点はあるよ。はい、よいしょー、ナイスー。やったね。ナイスー。いいね、イバラの体で締め付けるー。うぃ、残念、避けられてるよ。ピロリじゃねえんだ、ピロリじゃよ。いくぞ、アーサルトくん、1、2、はい、オッケー。はい、オッケー。いいぞ、強いぞ。このマイクマの解説あるだけでも全然違うね、やっぱこのゲームね。もう、ただ BGM な、皆さん、ちょっと飽きたと思うんですよ、この BGM ない感じ。はい。じゃあ、ちょっと待ってね。はい、オッケー。今 BGM 鳴らしといたんで、編集で BGM 鳴らすんで。こうすればもうただ単に普通の勝負ですよね。うん。こうすれば、ね、普通の勝負動画みたいになりますよね。はい。いやー、亡霊剣士避けないね。ちょっと、避けてくれ。回避率上げたんだぞ。回避率上げたからもう避けないと君何もできないぞ。全く避ける気のないね、クラーク博士でございますが。全く避ける気ねえな、お前。思想カムインアンフレイズキー、亡霊剣士にターン。一回動けないんですけど、どういうことですかこれ。おい、どうなってんだよ、ちょっと。いけ、必殺剣、稲妻切り。いけ、稲妻切りや。おら、行くぜ。めっちゃ頑張ってるね、ちなみに。燃え盛る息を吐き出した。いいねちょっと、亡霊剣士避けてくれ。避けてくれ。会心は出てる。うわー全部食らっとる。もう、所詮満タン。いやいやいやー所詮満とか、おい。オッケー。まあ、ここ SB 使ったらもう勝負見えちゃうんですよ。面白くないんでね。どっちが先に走るか気になりませんか？僕は気になるんで。はい。このまま行きましょうや。さあ、どっちが先制するか。バトバス早いよー。4連撃決まったら終わっちゃうね。いや、やばいな、これ。待って。亡霊剣士避けないとダメ。頼む、避けろ。クラーク博士、クラーク、それでいいのか。クラーク、おい、回避率上げた。マスターのせいで回避率上げた。今回、一度も回避なしで終わるのか。クラーク博士、クラーク勝負あり。ゴングは悲しい。さあ、BGM お帰り。BGM お帰りということでね。はい、今度はですね。モリーが何も言いません。もう、マイクマンのボイスが今度はなくなるんですね。というわけで、今回も、次はね、1P モマス、そして 2P ランペル。2P ランペルでいきます。よろしくお願いします。ランペルとの対決ですね。SE ない、これ SE ないこと言うと、俺一つ懸念点あるんだけど、いい？待って、普通に大丈夫これ。今からグレムに火の息するじゃないですか。効果音ないじゃないですか。これさ。よいしょって。ちょっと待って、難しいんだけど。急に難しくなってる。ちょっと待って。これさ、タイミングめっちゃ難しいんだけど。
さあ、というわけでね、もう技の解説、マイクマンのね、解説もなくなってしまいました、もう。ただただモンスターが動くのをね、なんか PV 見てるみたいになってる。皆さんちょっと PV 見てる気持ちになってない俺今そんな気持ち、なんか、モンスターが動いてる PV でも見てんのかなみたいな。スカールスカールさあ、行けドラゴン飛びかかって切りつけてー避けられたなんでお前避けてんのもうこうなる、こうなっちゃうじゃん。必殺向きは相手を滅殺ナイスピロリー避け方ナイスピロリーじゃないですよ。ああ、アイテム呪いで動けない。もうこうなっちゃうじゃん。え、もうこの実況こうなっちゃうんだけど。え、もうこうなったらこの実況こうなりますよ。僕がマイクマンやりますよ。下手くそ、下手くそは出てくんなってなりそう。下手くそは出てくんなってなるじゃん。下手くそは実況すんなってなるよ。本当にもうマジの本当の実況プレイです、これ多分。自慢の爪で相手の体を切りつけるこれ編集でエコー入れないとダメかな眠らせるつもりです。ラリホー、うお、効いてる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 、おっと、ね、眠ってしまった。アイテムの呪いが動けないあいつ何してんだ、眠っている本当の実況プレイ今始まってんな。火炎をまとって、灼熱すぎるせーの、いいね、いいダメージ出るな。さあ、今度はどうだ、ドラゴン飛びかかって切りつけるいいねまだまだ戦況は読めません。なに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 、下手くそ。一年生、実況一年生か、おい。実況一年生のやることじゃんか。すげえ勢いでさ、実況1年生だな。わあ、会心の一撃これ B 技もやりてえな。待って、 B 技をみんなにやりたい、やりたい。それだったらもう技解説と B 技もやりたい。同じ解説になっちゃうもんね、このままだと。火炎をまとって、切りつける灼熱切り、せーの、おい、お前受けてんだけど。ちょ、アイテムの動き動けない。動いとったやないか、さっき。バリクソ動いとったわ、さっき。しかも思った以上に長い戦いになってんな必殺の剣技は相手を滅殺、さっき見たその光景スカルンめっちゃ受けるじゃん。スカルンがいい感じに受けてるね。滅四刀流会心の一撃魔王の使いそこそこ頑張ってんなラリホー唱えるぞ、ラリホー全然聞いていません全然聞いていません。飛びかかって早むさぎりちょっと B 技、 B 技もやろうぜ。 B 技もやろうぜ。あ、まあ、メツくんはいいよ、そのままやって、うん、ちょっと B 技これもやろうぜもう俺実況してるだけじゃんか完全に普通の実況になってんじゃん凄ましいね、キレス火の池、なになに、あー全部効かなかった、え、全部効かなかった、なんだ今の、四つの力が融合するこんなんじゃないだろ、ちょっと待って、そんなんじゃないだろああこのままじゃ終わっちゃう足払いいったー、いけ足払いだ、いけスカルン、スカルン足払い、シュンシュンじゃねえんだ転んでしまったぞ、なんで転んでんだよいけ灼熱の叫びだおめえには苦労させられたよ個人主観入ってんだもん、もう。さあ、主人公が動くかどうか。効率級は、霊気を発するいや、避けるね。今回の試合、熱いね。あ、え、あ、え、恐るべき、隠し技うわぁ、切るよ最後に全てを持ってくな。さあ始まりましたフリーバトル、初のチャンピオンを目指す者たちによる熱い戦いが今始まりましたさあお互い元気いっぱいで登場です。さあどの両者どのような戦いを見せてくれるのでありましょうか。モンスターにはなかなか個性が出ており、全く違ったタイプのモンスターが並んでおります。そしてお互い共通点はね、武器が同じなことですね。勇者といえば、ね、侵入の剣。さあまずね、まずは神風の牙、いい当たり。
さあこちらで、ね、こちらはアマかける竜の剣技で反撃。この強さ、会心の刺激が入った、会心の刺激が入った。この強さが魅力のアマかける竜の剣技です。さあまだ戦いは始まったばかり。さあこちらもダッシュボム、炎を込めてダッシュボム。すごいダメージだ。おっとこちらも反撃、アマかける、あ、竜の剣技318。かなりのダメージが出ております。アトラスのね、打撃引き寄せる関係上かなりのダメージが入っております。かなりのデコインされているね、470にかなりのダメージが入りました。おっとこれはハーゴの神社から柱を持ちました。思い切り振りかぶってハーゴラン。さあ最後に動いたのミイラ男。おっとこれは呪いの言葉をシューターボールを相手のゴールにシュー。さあまだ戦いは始まったばかりですが、お互いの体力が 2P の方は半分以上削れているに近い状態です。一旦の打点が大事になってきます。このターン耐えられるかどうかはね、だいぶ3ターン目に関わってくる。さあ呪いの言葉を蹴り出した。さあ呪われるか、呪われた、呪われた、呪われちゃいけないやつが呪われた、呪われちゃいけない。この主人公の呪いは痛いぞ。おっと、天かける竜の剣技、ついつい反撃を許さない、天かける竜の剣技が襲い来る。キラーパンサーが回避率を発揮して1ピロリするだけでもだいぶ変わってくるんですが、主人公にいった218。まあいい勝負です。ただ一ピチーム追い詰められていますが、戦いはまだまだここから。両者激しく火花を散らしております。火花の神風の牙。さあこちらも炎を込めてダッシュボム爆裂。アトラスに攻撃がすごい行くことになるので、そこの打点が大事ですね。ただ 2P チームも火力は負けてないです。先ほどの呪いもねかなり効いたんで、地面から巨大な柱を取り出す、振りかぶってホームラン。さあこのターンで決着がつくのか、それとも 1P チームが逆転をするのか。おっとこれはアマかける、あ、竜の剣技、危ないな。さあ一気に、さあ最後の一撃が当たった。お前ら何なの、毎回お前ら何なの、毎回さ。なんでこんなに強いんだろうね。あと俺すげえ無音の部屋で喋っててね、寂しいわ。